機関はこちらにとって最初の、そして最後に忠誠を誓った指揮官だと認めよう。それだけではない。機関はたった一人の、もっと近づきたいと思えるような存在だ。師匠は旦那様がいなかったら、この美しい世界に具現化されなかったし、可愛いみんなとも出会えなかったし、何より旦那様と恋することもできなかったもん。もう旦那様、スリ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 、大好き大好き。旦那様、今日はどこか行きたいとこにゃい？食べたい料理とかにゃい？チェシャに聞かせたいこととかにゃい？チェシャはあるよ。行きたいところは旦那様のおそば、食べたいものは旦那様と一緒のもの、一番言いたい言葉は旦那様大好き。なるほど。あんたにとっちゃ場所なんてどうでもよくて、私と一緒に出かけられさえすればどこでもいいと。ちょっと待ってあんたもしかして。なるほどね。愛している相手に愛されるってのはこういう感じね。相手を奪いたいとか独占したいとかじゃなくて、ドキドキして安心して、ちょっと変な気分。誰かに依存するのは感心できないな。過ぎたる絆は戦争の中で足かせになり、人の判断力を損ね、計画に支障をもたらしてしまう。私は一体何を言ってるんだ。正直に言うと、指輪を渡された時頭が真っ白になっていたが、今の私は冷静だ。どんな状況でも共に挑む、私とお前の約束だ。力なき者は運命に抗い、力ある者は見守りに徹すべからず。指揮官の輝き、ぬくもり、愛情、シャンパーニュが体を捧げ、愛を誓うに値する。